どうも高広 GT です。はい、今日はね道志道に、2回目のね道志道に行きたいと思います。今日本当はね仕事だったんですけど、ちょっと勤務変更があってね急遽休みになりました。まあこういうこともあるんでね、ちょっと今の仕事ってまあ大変ですよね、なんていうかね。まあ今日はねたまたまなんていうか日曜日だったんでラッキー。しかもね晴れてて、ちょっとずっとね週間天気予報ずっと雨で、この日だけちょっとね晴れというかちょっとラッキーでした。はい、まあ日曜日ってこともあってね、まあ道志道ちょっと行ってみようかってなりまして、今、向かっています。まあ、最近ねリスナーさんからもなんていうかね、まあ、一緒に走りたいって方も、まあ、ぼちぼち出始めてね、僕もねちょっとね一緒に走りたいですね。まあ、自分が元ブログをね始めたきっかけっていうのも、まあ、こういうねバイク乗るためのモチベーションっていうかね、それもあるんですけど、まあいつかねそういうリスナーさんとかね一緒に走りたいなっていう気持ちもあったんでね、もしねそういう方がいたら、まあいずれ一緒に走りたいなと思います。はい、でもどうなんでしょうかね、僕ねあのね通信手段持ってないんですよね。なんていうかねインカムっていうのを買った方がいいのかなとかちょっと思ってます。インカムをねどういうの買ったらいいのかちょっと分かんなくてね、割とまあ 4,5,000 円からありますけど、やっぱちゃんといいの買った方がいいのかな、いいのだともう3万ぐらいしますよね。どうなんでしょうかね。こっちの方来たらまたなんか曇ってきたというか、また雲行きがね例のように怪しくなってきましたね。まあ道志道今向かってますけど、とりあえずね宮ヶ瀬湖までちょっと行ってみようかなとは思います。ただ荻野パンも行ってみたいんですけどね、多分ね朝早いんで、多分行ってもまあ向こう着くのかね、まだもう1時ぐらいだってまだやってないと思うんでね、それはまた次回にしようかなと思ってます。道志道でまた引き返してくるんですけど、ちょっと同じ道通るのつまんないんでね、ちょっとね道志道から外れる道があるんで、そこちょっと走ってみようかな。まあちょっとした峠道みたいな感じなんですけど、ね、行ってみたいと思います。前同士行ったのいつだったかな、6月か7月だっけね。まあ2ヶ月か3ヶ月ぶりか。前はね本当に普段の日だったんで何もいなかったですからね。こっちの方雲行き怪しいぞ。なんかちょっとね、まあ、嫌な感じしますけどね。今日もちろん晴れ予報なんですけど。うわすごいな、降るかなこれ。まあ前ね道志道来た時はまだ鳴らし中だったしね、鳴らしのどうだったかな、第二段階入ってたかな、まあ、とにかくね鳴らし中だったんで、あんまりね飛ばせなかったですけど、個人的にはまあそのぐらいの方がちょうどいいんだ。あんまりスピード出せないというか、まあ怖いというかね、まあ安全運転でね行きましょう。まあ交通安全習慣だしね今ね、まあ、そういうこともあるんでゆっくり行きましょう。
ね、自衛隊の訓練するとこかな。この辺もね、秋になるとね、ススキとかが出てかなり綺麗ですよ。まだちょっとさすがに早いですね。はい、御殿場市内まで来ましたね。うん、あともうちょいです。割とね、ここまで来るのにね、まあまああるというかね、まあ近いようで遠いんでね、道志道は。うん、まあ富士山の裏側ですから、僕にとっては。おー、自衛隊。なんか自衛隊ってね、高速乗れないらしいですよね。なんでなんか大変らしいです。また自衛隊、自衛隊ばっかりや。うん、ちょっと降ってきたかな、これ雨が。マジか。対向車そんな濡れてる感じないんでね、これ行っちゃうかな、ガンガン行っちゃって。うん、まあそれで雨降るやつはしょうがないね。まあなんていうか、カメラが濡れるのがちょっとね。これ今ね、マイク通してるんで防水機能がないんですよ。はい、ここ降ります。これはもうね、行っちゃいましょう。ちょっとね、道の駅すばしりは寄らずにちょっと行っちゃいます。うわ、降ってきたな。やべえな、やべえかもしんない。結構降ってきましたね。多分このバイク乗ってからここまで降ってきたのは初めてかもしれない。まあ、路面の方もね、濡れてると思うんで気をつけていきたいと思います。はい、山梨県入りました。山中湖村。はいはい、峠のね、頂上来ましたね。ようやく鹿児坂峠。うわ、ちょっと降ってきたな、また。ダメかもな、どうしようかな。多少の雨でもいいんですけどね、カメラがね、心配。ちょっと山の格好でちょっと寄りますか。僕ね、そんな雨男じゃないんですけどね。なんかどうもダメっすね。自衛隊がすげえ。かっこいいな、すげえ。なんかタミヤのロゴを貼りたくなる。なかなかかっこいいですね。おお、かっこいいな、まるでタミヤだ。カメラのバッテリーでも変えようかな。どっかで、ここら辺で変えますか。よいしょ。
山中湖到着です。雨ね、どうかな。天気めちゃくちゃ悪いっす。よし、じゃあ出発したいと思います。よいしょ。とりあえずね、今携帯で見たんですけど、まあ雨雲レーダーはね何も映ってないんですよね。なんでとりあえずこのまま行ってみたいと思います。まあちょっとカメラが心配ですけどね。ちょっと寒いけど頑張りましょう。いや今日ね本当天気いいと思ってたんですけどね、まさかね。ここマリモ通りっていうんですね。初めて知った。はい、いよいよ道し道かな。ありました。バイク速度注意。19度。やっぱこのメッシュだとやっぱ寒いかな。さっき雨降ってたしちょっと濡れたからより寒いです。なんか今のいやいやかっこよかったな。よし、ちょっと八重ってくか。そろそろ自分からね八重を、よいしょ。村入りました。やっぱねまた雨降ってきたか。あーきつい。さっきね携帯見たんですけどね、レーダーには何もなかったけどな。まあ一時行きだったらいいけど。あ、結構降ってきたな。結構やばいな。マジか。うわ、結構降ってるやん。どうしよう、どうしだけに。でもこっちの方道路乾いてるんですよね。これから降るのかな。もうすぐで、ね、道の駅同士です。とりあえずね寄らずに行っちゃうかな。まあね、見合わせまでね行きたいんで、なんとかねそこまで頑張りたいです。はい、道の駅同士です。今回はね、まあ、スルーします。
まあさすがに今日はいますね。ここね、なかなか景色いいですよね。おお、太陽が出てきてる。まぶしい。まぶしい、まぶしい。
ね、両国屋さんのとこですよね。でついに、神奈川県入ります。相模原市。もう噛んでもうた。前も濡れてたような気がする。すごい急カーブのところですね。
ここがね、あの全開でなんかチャリンコの人が嫌でしたけどここまで来ましたね、前ね。はい、こっから未知の領域です。